どうもコバです。異性とラクリマサオブダーナやっていきたいと思います。俺これ最初火山灰かと思ってたんだけど雪だったんだよね結局。はい、で今回は前回とまた引き続いて王家の谷へ向かいたいと思います。今回は、過去の方のダーナになります。まあ、またいい感じにね、進めていきたいと思います。あ、何かあるよ。あ、何かあるよ。谷の入り口が見えた。あそこみたいだね。ありがとう。みんなが来てくれて実は嬉しかったかな。まあもうこんなことはやめてくれよ。リコッタ、すごく心配した。でもよかったです、こうして合流することができて。Thank you.
なあ、ここは巫女でも入れなかった場所なんだろう。墓場ってだけでも不気味なのに、よく一人で出かけたよな。そうですね。ダーナさんはおとなしそうに見えて、いつも大胆で思い切りがいいというか。要するに危なっかしい気がするな。ヒュンメル。いいの、オルガちゃんにもよく言われたし。でも私も最初からこういう性分だったわけじゃないよ。そうなのか。うん、まだ家族で暮らしていた頃にある事件があってね。いい？私の愛するダーナ、よく覚えておいてちょうだい。あなたのためにもその指輪は決して外してはダメ。私は幼い頃から予知の力が強かった。でもそれによって見えるのは祝福される未来ばかりではない。むしろ知らなければよかったと思うものの方が多かったように思う。その中には人の苦しみや悲しみを生み出すものも多く、まだ幼い私はその膨大な量に怯えて次第に塞ぎ込むようになっていった。そんな私を見かねて母が与えてくれたのがあるリフォーム。身につけた者の履力を抑制し予知の力を封印する指輪だった。ダーナ、よく聞いて。世の中には嬉しいことも多いけど、理不尽で辛いこともたくさんあるの。大抵の人はそれを受け止めきれず、ある程度見て見ないふりをしているの。人の心は脆いものだから、それ自体は決して悪いことではないわ。でもあなたはとても優しい娘だから、それが上手にできないのよ。この指輪はね、あなたが普通に生きていくために力を貸してくれるわ。だから肌身離さずいつも必ず身につけておくのよ。指輪を身につけた私はそれ以降、他の子供たちがそうであるように穏やかで平凡な幼少期を過ごしていった。温かく揺るぎのない両親の愛情に心地よく包まれながら。ところがある日、その事件は起こった。私と父が家を留守にしている間、納屋から上がった火の手は瞬く間に最愛の母の命を焼き尽くした。もし私が力を抑えていなければ、事件を事前に察知できたかもしれない。助けを求める母の声を聞くことができたかもしれない。私は自分を守るために力を抑えていたことを激しく後悔した。そして私は決心した。手の届く苦しみと悲しみは全て救おう。もう決して見て見ないふりはしないと。お父さん、私行ってくるよ。だって死者さんが来たお家は祝福を授かることができるんでしょ。それとね、胎児の巫女になれたらたくさんの人を助けてあげたいの。今度こそお母さんを助けてあげたいの。ダーナさんにそんなことが。あれ以来、苦しみや悲しみを助けなきゃ自分が消えてしまう気がして。
それが怖くて怖くて、気がつくとがむしゃらに行動していた。おかげでオルガちゃんにはいつも迷惑かけちゃってたかな。どうなね。たまげたな。なんつーか、かける言葉が出てこねえぜ。もう昔のことだから。それよりも明日はいよいよ墓所の探索だよ。アドルさん、そろそろ休もっか。じゃほんじゃ、オーケーの。いや、セーブしといた方がよかったかな。いやー、この距離であいつに気づかれんの。やっぱりいるんじゃねえか。やり過ごせなくはないが、厄介だな。うん、何か方法があればいいんだけど。厄介そうな相手だ。はい、というわけで、なんとかここまでっていうか、どこなのかは分かんないけれども、おそらく今からボス戦だと思います。奥の方に宝箱が見えるね。さてさて、いや、これボス戦じゃねえな。ちょっと覚悟決めて骨折りゾーンやで、おそらくこれで不死身のやつを倒せるんじゃないかな、このアイテムは。お、これで死者たちの魂を浄化できるはずだよ。よっしゃ、どうか安らかに眠ってくれ。いや、当たりでした。ボス戦です。後から来んのかよ。ドクサグリエル、蘇りし栄光のステージ。おおおお、さあ、明らかに適正レベルを下回っているんですけども、こっちはやっぱりどっかでレベル上げしないとダメなのかなーって思う、正直ね。おー、どうした。怖い。うわー、なんていった。あ、そしてまたミスった。いや、怪しい。頑張って頑張って。Yes!
僕の番だな。なかなかはみ応えのある敵じゃないですか。はい、というわけで、今回はこの辺で終わりたいと思います。また引き続き大きな谷、まあ墓場だけど、探索したいと思います。今のが中ボスかな。ここからどんどん下に進んでいきつつ、まあ、レベルアップ図れるかな。はい、それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。お姫ロータ、バイバーイ。